うんちバンク、爆散。まあヒゲが悪い。緊急補強したデスパイネで何試合落とす気なんや。あのベンチに座ってるスパイどうやったら消える。この展開何度目やねん宮北は。なんで9回表オスナ使わなかった、なんで9回裏でスパ変えなかった。このまま9連敗でオールスターか。今年 B クラスやろこれ。セペダでも無双できるキューバリーグでやってたデスパイネを呼び出して6に調整させずに1軍起用。結果大先輩にもしかしてこの球団って派手に頭悪い。毎試合失点する回のを使い続けるバカ球団。7月回の12試合中7試合登板防御率 6.59。 今月でボロボロにされてる。今日も使う意味がわからん。オスナ使わなかった結果 WW もうやめたら。なんで回の使い続けてんの。同点じゃん。デスパも為替も当たり自体は悪くなかっただに運もないのが余計辛いわ。今年のホークス編成失敗の象徴やな。デスパイネ、ホークスの連敗記録まではまだまだや。いっつも腐るほどバントするのにデスパのやつなんでせんの。打率うんこなのに。今日も試合水にお出かけしてよかった。いや1点ビハインドで押すなとかありえんやろ。結果論で叩きすぎや。有原って普通にエースやな。この前悪かったとはいえ今日はしっかり仕事したし、まあ勝てないんだけど。9回にオスナ出さないのはさすがに采配ミス。藤本だから負けた試合と言ってもいい。ご視聴ありがとうございました。